はいどうも、妖怪ウォッチプニプニ今回もやっていきます。参加使った無課金攻略、今回はね、無課金攻略みんな終わりましたかね私はまだやってるんですけど、とにもかくにもね、無課金攻略で必要な元気ドリンクね、前回だか前々回でなんかその最近のおはじきイベントってなんか土日に入るとお休みの日に入ると急にドロップしなくなるっていうところで、ただねなんか日曜日が終わろうとしたら急にまたドロップが復活するっていう話をしたと思うんですけど、まあその通りでね、はい、復活してきたので、まあちょっとそのね、まあ証拠というか、まあ一応証跡というかね、まあ今14個なんですけど、よいしょ、あんだけ休みの日落ちなかったのに、はい、なんか最近は1、2、3個落ちたみたいなね、なんかそんな感じですね。なのでまあ今後についてもちょっと一回そのね3連休で停滞してしまいましたが、まあ多分ねまた平日は落ちると思うので、まあ無課金ね諦めずに頑張ってますぜっていうね、そんな感じです一応ね今回で6日目ですね。はい。なので、まだ一応半分以上あるので、ただね、ガシャ的には、このいつきちゃんの超アップが今日までなので、月曜日まで。なので、火水以降は、みくちゃんとかにのちゃんとかのになる、まあ、要はね、おはじき以外の特攻になってくるので、強敵の方だね、裏マップの方の、特攻になってくるんでね、ちょっとこの何日間ね、このミクちゃんと四つ葉ちゃんの、ガシャをやるかわからないんですけど、その4日間また停滞してしまう、その特攻持ってない人はね、停滞してしまうし、まあ、特攻ね、持ってても、あの元気ドリンク足りなくなった人ね、ストップ進めるのはストップしてしまうかもしれませんが、まあただね、今はまた落ちるようになったので、まあ安心してね、お助けすればみんながね喜ぶと、フレンドさんも喜ぶ、自分も喜ぶって感じでねなってくると思うので、まああと特にねちょっとね、私もいちかちゃんが50回を超えたので、まあさらにね自分のでも落ちやすくなってくるので、まあちょっと5万5000でねヒットポイントがえげつないんで、非常に倒す回数減っちゃって、まあその分ねドロップ機会も減っちゃうかもしれないんですが、ただねその分ねドロップ率はねこの50回超えてと良くなってくる気は来るので、まあその辺帳尻は合っていくのかなと思っております。なのでまあ少ないながらもね、はい、自分のを倒しながらフレンドさんのね、私みたいに特攻ない人間ね、フレンドさんのお助けなんか継続したいと思います。でちょっとほんとねこの4日間停滞してしまうので、今2日ずつだったらいいんですけどね、はい、もしね余裕がある人はちょっといつきちゃん回してもいいのかなっていうね、ただまあ出ねえかな。で最近本当無課金攻略の定番がまあラストチャンスはねこのコラボすごい出やすいので、まあラストチャンスでぶっ放すっていうのもねありなのかなと思いますが、どうしようかなっていう感じですかね。はい、じゃあお話はそんなところで、じゃあ一応ね、実績の方は今はね、メインアカウント7個ですけど、ちょっとね、他のアカウントも紹介しますね。はい、これ3番目のアカウントで、このアカウントだけだな、47回で6回で、このアカウントだけ CM ワクワクボックスで持ちました。19個あるんで、9個ね、ドロップになってまして、これでね、10個目のドロップ。がありますね、10個目という感じでね、はい、このアカウントは2桁ドロップに達成しました。で一応ね47回の6回で特攻的にはね、まあ、他のさっきのメーカー紹介しなかったんだけど、 Z は2体いてもう悲しみの T ダインが出て、
あとそうだ、この四つ葉ちゃんがいるんでね、まあこのアカウントは、まあ、ミクちゃんの方のガシャはねやりたいかなと思ってますね。まあラストチャンスまで貯めてもいいんですけど、まあ、まあ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 楽しみながらやるということで、はい、ミクちゃんのガシャは参加したいと思ってますかね。まあ本当はな、いちかちゃんのガシャやった方がいいんだけど、今日ね強キャラだしね。でもまあまあ当たる確率低いしいいやってことで、たかが10連しかできないからね。はい、じゃあ3番目のアカウントいきます。ただね、ここ四つ葉ちゃん持ってるので、正直もう決断して、なんかもうワイポイントアップでやってもいいんじゃねえかなとも思ってんだけどな。その方が1個限定だけどな、そこがちょっとなんか難しいとこだな。 ZZZ でもね、ラストチャンスでね結構出ると思うんだよね。まあ今回 ZZ がちょっといちかちゃんガシャで3体も出てあったんだけど、30連で。ただラストチャンスで出ると思うので、うん、ラストチャンスで期待しようかなと思ってますかね。はい、じゃあ3番目いきましょう。でも ZZ は出やすいけど、 ZZZ どうだろうかな。まあでももういいや、難しいよな、ほんと合成いつやるかね特攻の力もあるしね。はい、これは2番目のアカウントで、これ46回の6回ですね。で、元気ドリンクさんは、よいしょ、あれ17個だから7個ドロップだね。で、よいしょ、でこれも多分日曜の午後にドロップ1個か。まあ1個なら少ねえけどな。はい、ただまあこれで18個って感じですね。なので17、18、20、35の20で55個持ってるので、まあ最悪どれか1アカウント集中してやったりとか、うん、まあこれからね特攻がいつ出るか分かんないですけど、それでね3赤55個でね、はい、まあ少しずつね、あの積み上げて、まだまだ積み上げてね、55個をどう使うかで頑張っていければなと思います。55個なんで、30個はね、交換とか、なんだ、ログインボーナスとかなんで、まあ実質ね、3赤25個ドロップということで、はい。まあ半分終わってないのに25個ドロップしてるってことはね、まあ50個ぐらいはいけんだろうなっていうね感じを思いつつ、はい、ラストチャンスがねいつのタイミングで来てくれるかにもよるし、ちょっとね多分また特大特攻がどうなんだろうな。特大特攻もおはじきではなくなっちゃうかな。6が月で7が火で8が水、9が木、10が金だから、この11、12、土日かな、土日が勝負だね。土日の時にやっぱりこの特攻ね、おはじき特攻ゲットして、できたらね13、15で他になんかね、いつきちゃん特攻をどっちかゲットしてクリアしたいみたいな無課金攻略だともうちょっとそんな攻略になっちゃうかなって感じですけど、まあ今回はねほんと元気ドリンクドロップするので、なんとかね頑張っていければなと思っておりますし、3赤ね、四つ葉ちゃんねゲットはちょっと最低目標として頑張りたいと思ってます。まあ12も特にいらないしな。10、今回は12でなんかスキル2とかないので、まあとにかくね3赤10をクリアできるように頑張っていきたいなと思ってます。まあ欲しいけどね、 G が3つも上がるからね。はい、じゃあ今回こんな感じしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。それではね、なんでお休み3連休でねペース落ちたと思うんですけど、またここからねお助けも頑張って復活して、なんとかね特攻当ててクリア頑張りたいと思います。それではまたお会いしましょう。さよなら。まあ一応そんな感じでね毎回クリアしてきてんのよ。全このこれもそうだし、なんかこの前見たらあれだったね、進撃の巨人最終回やってたけど、進撃の巨人コラボもちょうど去年の
これぐらいの時期にやってたんですね。はい。なんで、おはじき無課金コレクは、これもいけてね、やったるでという感じですね。進撃の巨人ね、最終回やってたね。これも兄で、なんだっけ、アルミンちゃんとゲットしてるもんね。あ、でもこのアカウントだけあれか。エレンがいねえのか。これもいけてね。リベンジャーズもね。はい、すいません。またお会いしましょう。バイバイ。ピークちゃんだ。去年も講談社コラボあったんだな。